こんにちは、サードロです。今回は最終アップデートに対応したオトモアイルの構成を戦闘に特化したファイト猫と素材回収に特化した分取り猫の2パターンをご紹介させていただこうかなと思います。<music> でまず使い分けについてなんですが基本的には自分のスキル構成で回心率が100%にできない場合ですね、まあ、70%前後とかになる場合あとはマルチの場合はファイト猫の回進30%アップのバフと攻撃1.05倍バフがかなり強いのでファイト猫を使っていただいた方が強いですしあとは素材回収をしたい場合は分取り猫だと素材が多く入手できるのでここは状況に応じて使い分けをしていただければなと思いますでちなみにそれ以外の場合 前回こちらの動画でご紹介した火力型のガルクがめちゃくちゃ強いのでそちらもまだ見ていない方はぜひ見ていただけると嬉しいです早速お供の装備からご紹介していくんですが装備に関してはぶんどり猫もファイト猫も同じおすすめになっていましてまず防具はこちらのニャンテンですねアマツの防具がおすすめとなっていますで理由として防御力が245あるんですよねこの245っていうのがお供防具の中では一番高い数値になっていまして もう一つ245ある防具でこの原初メルゼラの防具も245あるんですがこの2つを見比べた時にアマツ防具の方が属性耐性値のバランスがいいので基本的にはこちらのアマツ防具を使っていただければいいかなと思いますただ流体性がマイナス2になってしまうのでこれが気になるっていう方はこちらの開国バルクの防具にすると流体性が上がるんですけど 防御力が240に下がってしまうっていうのとわざわざ相手によってお供防具を変えるっていうのも大変だと思うので基本的にはこちらのにゃんてんですね使っていただければ問題ないかなと思いますで次におすすめの武器なんですが武器は2パターンありましてまず1つ目が相手の弱点属性に合わせて武器を持ち帰るっていう方法ですねその中でおすすめなのが龍属性であればこちらの減少メルゼナ 氷属性はこちらのクシャルダオラ雷属性はこちらのジンオウガ火属性はこちらのリオレウスで水属性はこちらのオロミドロの武器がおすすめとなっていますただアイルーに関してはガルクのあの鎖鎌みたいな属性値10倍にしますみたいな量剣具がないので基本的にはアイルーの武器っていうのはそこまで気にしなくてもいいかなと思いますっていうのがおすすめの一つ目ですね で次に2つ目なんですが、2つ目はこういった状態異常武器ですね、麻痺属性とかを持たせるのもおすすめです。ただ、この状態異常武器を持たせる場合は、お供1匹のみに持たせる場合だと、 1>, 1クエスト中に入らないっていうことも結構あるのでもし状態異常武器を持たせる場合はおとも2匹ともに状態異常を持たせた方がいいかなと思いますこれが2つ目のおすすめですね基本的にはガルクと違ってアイルーにはそこまで火力を求めていないのでそこまで武器はシビアにならなくてもいいかなと思います続きまして装備サポート行動についてご紹介していくんですがまずファイト猫が上から 強強化化方向竜巻旋風撃大電発射がおすすすめとなっていますで、この一番上の強化方向と奮闘はファイトネコの場合も固定になっていまして、まず強化方向ですね、これが2分30秒間の間、味方全体の回心率を30%増加させてくれます。で、これは味方全体なので、マルチで使えばマルチの味方全員に30%回心率を上昇させることができますし、ソロの場合は自分自身ですね、に見切りレベル6 相当の会心30%でですねをつけることができまして時間も2分30秒とかなり長いのでこれはめちゃくちゃ優秀ですねでおまけ効果として耳栓の章の効果もつくようになっているので金レイヤーとか陣王が程度の方向であればこれで止めることができますで2段目は竜巻扇風撃をつけているんですがここは正直好みかなと思っていて回復が欲しい場合はここを回復シャボンにするのもありかなと 思います竜巻旋風劇の場合は最大で20ヒット攻撃を当ててくれるので相手の弱点属性に属性武器を合わせている場合であったり状態上武器を持たせている場合は一気にダメージだったり蓄積値を貯めることができるので火力に振りたい場合は竜巻旋風劇回復が欲しい場合は回復シャボンという使い分けでいいかなと思います僕は竜巻旋風劇で使ってます で次に3段目なんですが3段目は強化大光ですねこれがめちゃくちゃ優秀でしてこれも味方全体に2分間攻撃力1.05倍の和風さらに防御力を1.2倍に上昇させてくれますなのでこれは攻撃力1.05倍も強いですし防御力1.2倍って 防御レベル7積んでも1.1倍なので実質防御レベル14相当の防御力強化っていうのが入りますでこれを2分間入れてくれるのでサイトネコを運用する場合はこの強化代行がめちゃくちゃ優秀ですねこれも味方全体にかかるのでマルチの場合も効果を発揮します で次に4段目なんですが、4段目は電天柱発射がおすすめとなっていまして、これをつけることによって、相手を雷やられにしてくれます。で、雷やられっていうのが、相手にスタンを入れることができるようになりますので、単純に拘束できる機会が増えるっていうのと、雷やられって、基本的に環境生物のライモン転がしとかを使わないと入れることができない属性やられなので、まあ、それをお供が入れてくれるっていうのはめちゃくちゃ優秀ですね。なので、4段目は電天柱発射でいいかなと。 思います一応しびれ罠とかも優秀ではあるんですがこれは古流には効かないので、まあ、全てのモンスターに効くこの電電中発射が個人的にはおすすめですねで最後にこちらのフンドの技なんですがこれはアイルーが怒り状態になりまして、まあ、1分半ですね90秒間の間アイルー自身の攻撃力1.2倍と回心率プラス50%がつくようになりますこれはまあ正直アイルー自体に火力は期待していないので、まあ、おまけ程度にはなるんですがファイトネコの場合はこれもおまけでついていきますねっていうのがファイトネコの 装備サポートコードのおすすめになっていまして次にコレクトアイルーですねのおすすめについてご紹介していきますコレクトアイルーは上から環境生物発射竜巻旋風撃強化大光電天中発射分取りの技でセットしていただければなと思います で先ほどのファイトネコの構成と違っているのが、まあ、こちらの環境生物発射のみですねこれはコレクトアイル特有のサポート行動になりましてこれがあることによって毒ガスガエルしびれガスガエル眠りガスガエルボムボスガエルのどれかをモンスターにぶつけてくれます、まあ、なので単純に相手モンスターを状態以上にすることができましてで分取りネコのあまり知られていない特性なんですが相手が状態以上の時に分取りが発動する確率が一気に上がります でほぼほぼ相手が状態異常になれば確定で分取りを発動してくれるので、まあ、このアイル自身で状態異常を取ってくれるっていうのはめちゃくちゃ優秀ですねで2段目の竜巻旋風撃は先ほどもご紹介した通り好みで回復シャボンに変えてもいいかなと思いますあとはファイトネコと同じ構成ですねで分取りの技に関してはこれを入れておくことによって相手モンスターの素材を分取ってきてくれてクエストの報酬量が増えますので分取りネコの場合は一番上と一番下は自動で固定になります続きまして秘サポ ポートト行動のおすすすめについいててご紹介をしていくんですがまずファイ猫はこちらのネコ式,すす式強化演奏の効果っていうのが2つありましてまず1つ目がお供の属性値攻撃力防御力を全て1.1倍化してくれます、まあ、これは正直おまけなんですが追加効果としてお供のサポート行動のクールダウン時間を全部ゼロにリセットしてくれるんですよねなのでこのネコ式強化演奏を吹いた後っていうのは こちらの先ほどご紹介したサポートコードをかなり連発してくれます。なので強化演奏をした後に 次、強化代行やるにゃ、強化方向やるにゃ、みたいな感じで、竜巻旋風劇にゃ、電転中発射にゃ、みたいな感じで、めちゃくちゃこのサポート行動を連発してくれるようになるので、単純にこの強化代行とかは、クールダウン時間が約200秒間あるんですよね。そのクールダウンをゼロにして、もう一度打ち直しとかをしてくれるので、基本的にはこの強化代行と強化方向を回したいっていう兼ね合いから、ファイト猫の秘伝サポート行動は、こちらの猫式強化演奏でいいかなと思います。 で次にコレクトアイルの秘伝サポート行動のおすすめなんですがコレクト猫はこちらのからくりくじですねの技がおすすめかなと。 思いますでこれを入れることによってからくりくじは当たりの場合は猫式激流走でダウンを取ってくれますで外れたとしても外れた場合はこのサポート行動の中からどれか一つは使ってくれるんですよねなのでからくりくじで当たればダウンを取ってくれますし外れたとしても外れの中の抽選で分取りの技が発動したりとか環境生物発射とかをやってくれることもあるので こちらのからくりくじの技が強いいかなと思います。続きましておともスキルについてご紹介させていただくんですがおともスキルはファイト猫もぶんどり猫も一緒になっていまして回心強化の台と攻撃強化の台サポート優先と回心強化の章と攻撃章をつけていただければなと。 思いますで、他に選択肢として入ってくるのが、この回避上手の術ですね。これもアップデート前まではつけていたんですが、今の環境においては、ソロの場合でも盟友を連れていくことができるので、相手のヘイトが分散するんですよ。で、マルチの場合は言わずもがなマルチでヘイトが分散するので、アイルーが狙われる機会っていうのがかなり減ったんですよね。 でそれに伴って回避上手の術をつけていないと落ちるっていうことが基本的にないですしもともと回避上手の術っていうのがお供の回避率を20%増加させてくれるんですがつけなくてももともと40%の確率で避けてくれるんですよなので、まあ、今の環境においては回避上手の術の需要が低いかなっていうのとお供アイルを使う場合はこの瞬タタ玉ですね、まあ、このスライダーから使うことができるんですがこの瞬タタ玉を基本的には使っていきますでこののび玉の効果って っていうのがサポート行動の頻度を上げるっていうのももちろんありますし これがが発動している1分半の間はアイルーーダメージを食らわないんですよねなのでそういったまたび玉の1分半の無敵時間だったりヘイトが分散しやすい環境っていうのも踏まえると回避上手の術っていうのは今は優先度は低いのかなと思いますまあ同様の理由で体力強化の術も、まあ、採用の優先度としては低いかなっていう印象ですねで状態異常武器を持たせる場合は状態異常攻撃強化も入ってくると思うんですがこれも正直つけたからといって1回状態異常の回数が多くなるかって っていうとそんなに上昇しないんですよねでさらにこれ3枠使ってのスキルなので それをするぐらいであれば、こういった火力系のスキルに振ってあげた方が、クエストの快適性っていうのは上がるのかなと思います。で、あとは、こちらのサポート優先の術ですね。これが、攻撃力と防御力が下がってしまうっていうデメリットはあるんですが、サポート行動のクールダウン時間を10%を短縮してくれます。なので、ガルクの場合は、そこまで優先度は高くないんですが、アイルーの場合は、強化大工含め、まあ、200秒とクールダウン時間が結構長いので、それを10%短縮して、20秒短縮してくれるっていうのが、めちゃくちゃ大きいです。 のでサポート優先の術はつけていただければなと思います、まあ、以上の理由を含めてお供のスキル構成はファイト猫分取り猫ともにこの構成で使っていますで最後に行動基準なんですが行動基準はこれもファイト猫コレクト猫同様で大型一筋でいいかなと思いますなので最終的な構成をまとめるとファイト猫はこんな感じですね一覧を流していきます でコレクト猫はこんな感じですね。で構成を組んで普段は使っています。ということで今回はおすすめのアイルの構成についてご紹介をさせていただきました。これからもサンブレイクの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ